トラムウェイはニューヨークシマンハッタン区のアッパーイーストサイドとルーズベルト島をイースト側を越えて結ぶ作動である。1984年5月にミシシッピアリアルリバートランジット及び2006年12月にポートランドエアリアルトラムが開業するまでは、ルーズベルトアイランドトラムウェイは北米で唯一の通勤用ロープウェイであった。1976年に開業して以来。 2600万人以上の乗客がこのロープウェイを利用した。各ゴンドラは最大定員110人で1日あたり約115回稼働する。その路線はクイーンズボロ橋のすぐ北側を走り、運行速度は17.9マイルパワー、駅間の移動距離は3100フィート、所要時間は3分である。最高高度はイースト川上空250フィートであり、 イーストサイドミッドタウンの眺めを楽しむことができる。2台のゴンドラが午前6時から翌日の午前2時までラッシュアワー以外は15分間隔でラッシュアワーは駅での待ち合わせなしで運行している。このロープウェイができる以前は1909年のクイーンズボロ橋の開業から1957年4月7日までこの橋の上を路面電車が運行しておりルーズベルト島の地点で エレベーターで島からアクセスできる高架駅を持っていた。このロープウェイはニューヨーク市の公共交通機関で数少ないメトロポリタントランスポーテーションオーソリティ以外が運営している施設であるがメトロカードが利用可能である。このロープウェイはニューヨーク州の公益法人である1984年設立のローズベルトアイランドオペレーティングコーポレーションの代理でローポアが運営している。 マンハッタン側の駅は60丁目と2番街の地点にある。ありがとうございます。